千一夜。お話は本間千代子さんと初見義明さんです。皆様こんにちは、本間千代子です。さあ今日も先週に引き続きまして、戸隠流忍法34代をお継ぎになっていらっしゃる現代の忍者、初見義明先生をご紹介しましょうね。皆さんこんにちは。先生、今日はこの番組をご覧の皆様からのご希望なんですけれどもね、忍術の巻物ってありますでしょ。あります。これがそうなんですよ。なんていうのかしら、私たち映画とかお芝居とか、あと漫画の本なんかでそれをこう加えてね、ドロドロドロンってやると、なんか昔は消えたらしいんですけど。それはね、嘘なんですよ。でね、これは天文の巻物なんですけどね、天気予報が書いてあるんです、ここに。ああ、そうですか。それで、よく霧隠れ才蔵がですね、昔霧が出てくるという、その日を知っていましてね、それで、無頓の術を使ったわけですね。それで霧の中へ消えていっちゃうというようなことを予知してですね、やったわけですね。だからもう一つはね、この中にいろんな忍術の道具のことやですね、それからいろいろな実のことが書いてあるんです。それで、まあ、一応いろんな珍しい技が自分で編み出したらですね、そこへ書いておいて、まあ、後世の人に残すということもしたわけですね。言うなれば、まあ、忍者の卒業証書みたいなですよ、これはね。あ、そうですか。それじゃ先生、なんかこんなことしてドロドロドロンってやるのありますでしょ。あれは本当なんですか。まあまあ本当なんですよ。それでね、呪文と結印を結んでですね、自分の精神力を強くしてですね、それでいろいろな行動をするわけなんです。呪文と結印って、こういうふうなね、これが結印なんです。それでこの時、過去来投資悪魔不動というと敵が動かなくなったりするわけですね。それからこういうやつとかね、それからこういうやつでカモアと唱えてですね、こう見るとね、暗黒投資術って言ってね、暗闇でもね、敵が見えるわけです。それからね、こういうふうにやってですね、不動無能というとですね、精神が落ち着くわけですね。それでまあ勉強もよくできるというわけですね。で、昔こういうふうに結んでですね、関所なんか通るときですね、自分は変装していても忍者だというような、その挙動でいると、そのおかしいでしょ、キョロキョロしているとね、その忍者だというのが分かっちゃいますから、これで落ち着けて、それでそのスタ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 とその関所を通っていくというわけですね。こんなことをしました。こうしてなんて唱えるんですか。こうやってですか。不動無合と唱えます。不動無合、不動無合ですね。そうです。皆さんもやってみてくださいね。それじゃ先生、今日はどうもありがとうございました。皆さん、また来週お目にかかりましょうね。さようなら。